ベルディを勝たせるのが俺の使命。ベルディで試合に出て勝たせることが自分の使命。2024年、16年ぶりに J1 の舞台に戻ってきた。J リーグ創設当初からのチームであるオリジナル10の一つで。初代 J リーグ王者の東京ベルディ。開幕戦の相手は1993年の J リーグ開幕戦の再現となる横浜 F ・マリノス。チームにとって特別なシーズンに強い覚悟で臨む若き選手がいました。 京都ン賀から期限付き遺跡で加入したミッドフィルダーの山田風紀選手です。ベルディで試合に出て勝たせることが自分の使命と決意表明した山田選手はパリ五輪世代のレフティーでもあり独特のボールタッチで違いを作りフリーとなると強烈なシュートでゴールを狙う運動量も豊富で攻守の切り替えの速さにも定評があり今 J リーグで期待が寄せられている若手選手の一人に挙げられています 2001年7月に滋賀県で生まれ育った山田選手がサッカーを始めたのが地元を拠点とする土山スポーツ少年団でした小学5年生になると京都サンガの株組織に移りジュニアユースユースと順調に昇格ジュニアユース時代はジュビロ岩田の古川洋介とプレーしユースでは背番号10を背負い京都サンガの川崎風太と共にチームの主力メンバーとして活躍しています 2020年にトップチームに昇格するものの、2年間は試合に出場することもできず、2022年に14試合、2023年に17試合に出場するも、絶対的な存在になることができずにいました。このままでええんかみたいに思った。と自問自答を繰り返す毎日。そんな状況を打破すべく、山田選手は東京ベルディへの武者修行を決意します。 世界で戦っていくには、もっと走れないといかんし、もっと一人でも当たり負けせずにキープして、ダメを作ったり、できるようにならないといけないと、肉体改造にも取り組みます。すると、フィジカル面の向上で、よりテクニカルな部分での特徴も際立つようになり、2024年シーズン開幕戦、ピッチに立つ山田選手に、オーラを感じたサポーターも多かったはず。その通り、山田選手は、 横浜 F マリノスとの開幕戦でいきなり、得意のフリーキック弾を見せ、5万3026人の満員の監修に衝撃を与えたのです。キックオフから間もない前半7分でした。ゴール右斜め前のペナルティエリア際でフリーキックを獲得すると、山田選手は左足を一閃。壁を越えて、鋭く曲がったボールがゴール右上に突き刺さり、貴重な先制点となりました。まさに電光石火でした。 山田選手が得意とするフリーキック。ほとんど助走を取らない独特の間合いから繰り出す弾道は予測を超えた軌道を描きゴールネットを揺らします。フリーキックからゴールを狙うチャンスがあれば決めるんで誰かファウルを取ってきてくださいって感じですねと。U23 日本代表の一員として臨んでいる AFCU23 アジアカップでもそんな不敵なコメントが飛び出すほど この左足のキックに関しては揺るがぬ絶対的自信を持っています。元日本代表ディフェンダーもそのフリーキックに驚きの声を上げています。それが牧野氏でした。ダゾーンのヤベッチスタジアムで現地観戦した牧野氏は結構助走が短い。あそこから鋭いボールを蹴れるのはなかなかの武器ですよ。すごいようね。蹴った時のモーションとかリズムとか持ってるもん。これはオリンピック予選に向けてもいい武器だね。 ボールを置いて、自分のリズムをちゃんと作っている。珍しいじゃないですか、あの助走。あそこからよくあの球を蹴れるよねと。助走の短さに驚いた様子で語っています。試合後、牧野氏から助走が短いことへの意識を聞かれた山田選手は、あの助走の方が、自分は、インパクトのあるシュートを蹴れる。毎日シュート練習をしている感覚通りに、フリーキックも蹴ったら、絶対に決められる自信はありましたと説明しています。 また、山田選手のフリーキックには、サポーターも驚きを隠せずにいるようです。ネットには、マジで黄金の左足。この距離仕留められるのすげえわ。中村俊介以来じゃない令和の中村俊介ですな。今 J リーグで、フリーキック一番上手いかもしれないなど、絶賛の声が多数寄せられ。特に元日本代表で、フリーキックの名手として知られる。中村俊介氏を重ねるサポーターが多く言います。 これについて山田選手は参考にしなくても目に入ってくるくらい決めている。何回も見ましたけど、それを超えられるくらいの選手になれればと。さらなる飛躍を誓っています。京都のアカデミー時代に同じ左足の名手だったコーチから伝授された。自分のリズムを作れという教えがきっかけだったという。独特のフリーキックは他チームの脅威になっています。キック精度の高い左利きは大勢いますが、 フリーキックを直接決められる選手は、絶滅危惧種並みに不足している中、山田選手の存在は貴重と言えます。今季、第6節終了時点ですでに3ゴールを挙げ、そのうち2ゴールが、直接、フリーキック。今や代名詞となった、山田選手の黄金の左足が、パリの地で。さらにワールドカップで炸裂することを期待せずには、いられません。